もし君がだ、タイムマシンに乗って数百年を遡って君の三代前のおばあさんを殺したとしたら、現在の君はいなくなるか。私は答えを探してる。三代前の祖母を殺した、現在の君だ。だがその祖母が殺された場合には当然のことだが、二代前の祖母も母もそして私も存在しなかったと思って。では誰が